2009年中国グランプリは2009年 F1 世界選手権第3戦として2009年4月19日に上海インターナショナルサーキットで開催された。正式名称は2009フォーミュラ1チャイニーズグランプリ。中国グランプリは初開催の2004年以来シーズン終盤に開催されてきたが序盤に変更された。運動エネルギー回収システムは 当初は、マクラーレンの2台、BMW ザウバーの2台、ルノーの2台の、計6台が搭載して出走すると言われていたが、結局ルノーは、最初から、BMW ザウバーのロバートクビサは、フリー走行で試した結果、搭載を見送ったため、中国 GP でカーズを使用するドライバーは、マクラーレン勢の2台と BMW ザウバーの、ニックハイドフェルドの、計3台のみとなった。開幕戦と、 第2戦でカーズを搭載したフェラーリ勢はこのレースでは搭載しなかった。ドライタイヤはスーパーソフトとミディアムのコンパウンドが持ち込まれた。4月15日に FIA 国際高訴裁判所は開幕戦からトヨタ、ウィリアムズ、ブラウン GP が搭載していたダブルディフューザーが合法であることを発表した。そのためマクラーレンのルイス・ハミルトンは暫定型の ダブルディフューザーを、ルノーのフェルナンド・アロンソもダブルディフューザーを、搭載していた。土曜日のフリー走行3後に、トヨタのティモグロックは、ギアボックスを交換したため、決勝の5グリッド降格が確定している。気温摂氏24度、路面温度摂氏38度、湿度54%の条件下で予選が、スタート91フォースインディアのジャンカルロ・フィジュケラを、先頭に、各社アタックに入る。 トヨタ、ブラウン GP、レッドブルはハード側のタイヤ、その他のマシンはソフト側のタイヤでアタックを行う。序盤はウィリアムズのニコロズベルグがトップに立つが、その後ブラウン GP、レッドブル、フェラーリ、マクラーレンのマシンが、次々とトップタイムを更新していく。残り30秒でブラウン GP 勢のワンツー体制、2台ともノックアウトゾーンに行ったトヨタも上位に上がってくる。 残り時間がなくなり、トロロッソのセバスチャン・ブルデーが15番手タイムを出すが、BMW のニック・ハイドフェルドが上回り、ブルデーがノックアウトゾーンに下がる。ブルデー、ルノーのネルソン・ピケ、BMW のクビサ、フォース・インディアの2台が9 1敗退。急にウィリアムズの2台を先頭に各車アタックに入る。レッドブルのセバスチャン・ベッテルのマシンを残し、他のマシンは ソフト側のタイヤでアタックを続ける。そのベッテルは残り2分半になりやっとコースに出て、全車が最後のアタックに入る。最後にアタックに入ったベッテルは一発でトップタイムをマークし、93進出。ハイドフェルド、マクラーレンの兵器コバライネン、フェラーリのフェリペ・マッサ、トヨタのティモ・グロック、ウィリアムズの中島和孝・和ズが急に敗退となった。93まず、 ロズベルグがターゲットタイムをマークする。トロロッソのセバスチャン・ブエミはソフト側のタイヤを使い切ってしまい、ハード側のタイヤでアタックに入る。ベッテルは再びピットに止まる作戦に出る。そのベッテルは急2と同じく残り2分半でコースに入る。残り時間がなくなり、レッドブルのマーク・ウェーバーがトップタイムを更新するが、その後ろからベッテルが一発で、 トップタイムをマーク、ルノーのフェルナンド・アロンソ、ブラウン GP のルーベン・スバリチェロがアタックをするが、ベッテルには及ばない。ベッテルは、9-2、9-3は、わずか1回のアタックで、トップタイムをマークし、昨年のイタリアグランプリ以来、自身2度目のポールポジション獲得。フロントローにはアロンソが入った。開幕に連勝のジェンソン・バトンは5番手となった。雨により、 セーフティーカー先導によるスタートとなる。マシンによってはストレートでアクアプレーニングを起こすほどの状態。4周目にスーティル、5周目にロズベルグ、7周目にアロンソがピットインをし、それぞれ18番手、19番手、20番手でコースに戻る。8周目にセーフティーカーが戻り、9周目からレースが始まる。上位勢は2分を切るペースで周回を重ねていく。 12周目にハミルトンが10コーナーでコースオフしたために後続に立て続きに抜かれ10番手まで下がる。13周目の14コーナーではハイドフェルドがグロックと接触し大きく順位を落とす。6番シュスタートのトゥルーリはペースが上がらず順位が下がっていく。レッドブルはベッテルよりもウェバーの方が燃料を積んでいるが14周目にウェーバーからピットイン。 6番手でコースに復帰。ベッテルはファステストラップをマークし、次の周回でピットイン。3番手でコースに戻る。17周目、視界が悪く、最終コーナーで首差がやるのトゥルーリに後ろから追突,突。フロントウィングを破損し、そのままピットイン。トゥルーリは首差との衝突により、リアウィングがなくなってしまう。これにより、 19周目にセーフティーカーが入る。ピットストップを行っていないブラウン GP はこのタイミングでピットストップを行う。さらにブエミが後ろからベッテルに追突。これでブエミはフロントウィングを破損してしまう。21周目、マッサがエンジントラブルによりマシンを止めてしまう。22周目にセーフティーカーが戻り、23周目からレースが再開する。 5番手走行中のハミルトンは、タイヤの温まりが悪いライコネンをかわして4番手に上がる。そのライコネンは27周目にピットインを行う。下位の方では、中島、ピケ、スーティルがスピン。29周目、14コーナーで、バトンが止まれずに直進してしまう。その隙をついてはエバーが2番手に上がり、レッドブルのワンツー体制となる。 しかし31周目の最終コーナーで、ウェバーがオーバーランをし、バトンが2番手に戻る。3番手に下がったウェーバーは次の周回でバトンをオーバーテイクし、再び2位に上がる。再びワンツー体制となった、レッドブルは互いにファステストラップを更新しながら3位以下との差を2秒ずつ引き離していく。そのレッドブルは十六周目に、ベッテル、十八周目に、ウェバーが ピットイン。バトンはもう一回ピットストップが残っているにも、かかわらず、41周目にベッテルはバトンをコース上でかわし、トップに立つ。そのバトンは42周目にピットイン。次の周回で、チームメイトのバリチェロがピットイン。5番手でコースに復帰。残り11周あたりから再び雨が強くなり、ペースが落ちてくる。ただ一台インターメディエートタイヤを装着していた。 ロズベルグはコースコンディションが悪化したためにタイヤ交換をしにピットストップを行う。残り10周、10コーナーでハミルトンがスピン、その隙にチームメイトのコバライネンに先行される。残り8周、最終コーナーでハミルトンがスピンし、その隙にスーティルが6番手に上がる。しかしそのスーティルは残り6周となったところ、4コーナーでスピンし、単独クラッシュ。 フォースインディア初のポイント獲得の可能性があったが、これにより、ツーティルがリタイアとなってしまった。その後は、大きな順位変動がなく、ベッテルは、昨年のイタリアグランプリ以来、通算2勝目。そして、レッドブルに初優勝をもたらした。2位には、チームメイトのウェイバーが入り、レッドブルのワンツーフィニッシュ。開幕に連勝のバトンが3位表彰台を獲得。 4位チームメイトのバリチェロ、5、6位にはマクラーレンのコバライネン、ハミルトン、7位にグロック、8位にブエミが入り、ここまでがポイント獲得。フェラーリは28年ぶりの開幕参戦、連続ノーポイントとなった。ありがとうございます。